はい、この後京都なんですが22番の小山選手が入ります。小山の動き入ってきてシュート決まった。うわいいタイミング。先ほども北爪でしたが今度は流れの中から前線飛び出しました。北爪いい動き出しにいいボールですよね、はい、アンドル選手からの。相葉選手が少しボールを受けに下がったところのスペースに対して斜めの、ね、動きで開けたスペースに入ってきましたよね、はい、北島選手、まあ、そこに対して、まあ、タイミング逃さずしっかりとしたパスを入れれるレアンドル選手の技術ももちろん素晴らしいですし、はい、いいゴールでしたね。2得点です北爪。そしてアシストはレアンドロ・ドミンゲス。先ほどはセットプレーからのアシスト、今度は流れの中からのアシストになりましたレアンドロ・ドミンゲスです。